にちは、シエルです。先日こちらの韓国コスメサミの PH クリームの動画をね載せたんですけれども、これはメグベイビーちゃんのインスタで紹介されていたもので、すごい気になっていて買った保湿クリームなんですけども、このシリーズの化粧水も日本で発売されたので、それをね買ってみました。サミュPH センシティブトナーという化粧水です。 PH クリームは結構ね、乾燥肌、敏感肌とかニキビ肌とかそういうのにいいよって言われてて、こちらの化粧水も肌質改善にとってもいいらしくて、いつもメグベビーちゃんのストーリーズ見ているんですけども、ちょっと開けてみます。3672円で、130ml、結構たっぷりしっかり入ってますね。で、韓国製って書いてありますね。裏見るとこんな感じで韓国語で書いてあります。メグベビーちゃんが、発売開始するよということだったので、サイトをチェックして速攻買いました。サミのサイトの商品ね、すぐなくなっちゃうんですよ。事前告知をちゃんとチェックして、購入したんですけども、これのなんか使い方で、コットンに、染み込ませて、それでお肌を、角質とかを拭き取って、でそこからなじませてみたいな使い方をするとめちゃくちゃいいらしくて、ちょっとこちらはまだ私使ってないんで、今開けるんですけど、お、蓋がしてある。出した感じ結構さっぱりか、しっとり潤うって感じかな。あ、かなり潤ってるかも。おすすめの使い方的にはコットン使用した方がいいということだったので、私も使うときはちょっとコットン使おうかなと思ってるんですけど、あ、かなり保湿感ありますね。この化粧水と一緒にやっぱりこのPH クリーム、このね両方使いになるととてもいいらしいです。で、私これ買った時はまだこっち発売されてなかったので、 PH クリームを最近ずっと使ってるんですけど、硬いクリームっていうより結構みずみずしい感じのタイプのものなので、少量でねすごい伸びるんですよ。保湿もすごいしっかりしてるから、今これだけ使ってたんですけど、これを合わせて使うとさらにいいらしいので、夏秋にかけてはこちらを使っていきたいと思います。上にちゃんと蓋がかぶってたんだけどね、ちょっと邪魔だから外しちゃいました。まだあるけどかなり使いました。前回もお伝えしたんですけど、結構敏感肌の人も使えるということで気になってて、私自身はちょっと海外のものに抵抗があるというか、なんか刺激が強いんじゃないかなってすごい思いながら生きてきた身だったので、これをね使ってみたら全然刺激がなくてすごい良かったです。保湿もしっかりされるし、私はずっと SK-2 ライン使いだったので、最近はその SK-2 の化粧水とこれだったんですよ。なので今日からはこのセンシティブトナーを使って、この PH クリームというこの2つを使いたいと思います。で、前回もね言ったんだけど、なんか化粧水とか保湿クリームとか乳液とかいっぱいあるじゃないですか。なんだけど、なんかね、あんまりいっぱい使いすぎたら良くないらしいんですよ。2つぐらいがいいんですって。そう。なのでもうこれとこれで、ちょっとこの夏終わりから秋にかけて使っていきたいと思います。結構すごいこれ売り切れちゃうの。ストックしとこうかなとか思いつつも、今回はちょっとこれ1本だけなんだけど、で、これはこの間2個買ったんですが、結構容量あるんで、全然ね、焦って買わなくてもいいかなと思ってるんですけど、はい、気に入ったらリピート買いしたいと思います。このセンシティブトナーの他にも前回買おうか悩んでたこれ買ったんですよ。サミのトーンアップクリーム、これ前回悩んでね買わなかったんだけど今回買っちゃいました。これは化粧下地なのかな、トーンアップっていうぐらいだから、お肌をこう明るくしてくれるそうなんです。祭りで相当焼けたんで、それもあって今回こちらを買ってみました。思ってたより大きい。これも蓋してやる。よっ。あ、これはなんかあれだね。しっかりクリームですね。あ、でもなんか、あ、白っぽい？白っぽい。ちょっと白っぽくなるかも。爽やかな香りでいいですね。これはお肌の凹凸とかをすごいカバーしてくれるらしいので、お化粧前にこれを塗りたいと思います。メグベイビーちゃんのインスタストーリーズでね、これをね、使った人たちのね、すごいなんか肌質改善とか、ほんと、すごくいいらしくて、そう、だから私も気になって、ね、こう、ある商品結構いろいろ買い始めたんですけど、はい、ということで気になる方はサミのホームページからね、ほんとね、なくなっちゃうんだよ、すぐ。買える時に私も買ってこうかなと思って、今回購入しました。はい。ね、化粧水はすごいなんかあったらいいなと思ってたので、すごい嬉しいです。はい。ということで、今日はこのサミのシリーズを紹介しました。まだそんな使ってないから、あれなんですけども。
はい、試してみたいと思います。はい、メグベビーちゃんのねインスタストーリーズを見てほしいです。すごいの本当、皆さんのねその肌の変わりようとかが。そう、はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。